はい、今日はね、2019年6月1日土曜日ですね。はい、そう、6月1日っていうのはね、俺様が昔好きだった人の誕生日ですね。はい、ね、29歳おめでとうございますね。で、ここはね、川口湖駅前なんですけどね、富士山麓電気鉄道っていうね、なんか多分昔走ってて今廃線になっちゃったのかな、わかんないけどね、のなんか電車の模型なのかね、なんか昔本当に使ってた電車なのかわかんないですけどね、なんか飾られてますね。はい、車体の色はね、うんこ色ですね。はい、も1号という個性的な名前の電車ですね。そう、も1号ね、もひかんたろうみたいな感じですね。はい、まあいろいろとね、説明書きがごちゃごちゃ書いてあるんでね、まあ興味のある人はこう停止ボタンを一時停止して見てみればいいんじゃないでしょうか。あとウィキペディアとかにも多分載ってると思います。はいね、そう、なんか個性的でもないけど、なんか昔ながらのね、電車ですね。はい、1番っていうね、番号がついてますね。この文字はね、ウィスパー色もしくはコマーサルですね。はい、ね、ここはね、線路もね、ありますね。線路をここでブチって切れてますけどね、ジバニャンの腹巻きもブチって切りたいですね。でこれはね、ウィスパー色もしくはコマーサル色、ウィスパー色もしくはコマーサル色、ジバニャン色ですね。はい、ということでね、今日はね、川口湖駅前に展示されているもう1号をお前らに見せびらかす動画でした。はい、あのこれもウィスパー色もしくはコマーサル色で、これ多分ね、旗とかをぶっ刺すためのものですね。はいね、鳥が地盤にあるようですね。それではさようなら、ボーボー。